それじゃあデザインはあんたがして、作るのは炭鉱にやってもらおう。美月は何をするんだ？うちはもちろん味見担当。二人とも頑張ってね。これでバナナパイのデザインができました。あとは私が焼いて。おいしそうじゃん。どれどれ。うん、甘酸っぱくて自然の香りがする。はあ、本当に美味しいスイーツだね。なんだか全身がリラックスしてる感じ。それに飲み込んだ後も口の中に甘さが残ってるし、最高。なのかさんはあなたの料理にたくさんの感銘を受けたみたいですね。これでバナナパイのデザインができました。あとは私が焼いて。おいしそうじゃん。どれどれ。わあ、この味、こんなにおいしいバナナ食べたことないよ。はあ、本当においしいスイーツだね。いくら食べてもお腹いっぱいにならない感じ、手が止まらないよ。それに何かスパイシーな味わいがあって、口の中がポッカポカ、最高。なのかさんはあなたの料理にたくさんの感銘を受けたみたいですね。それで本当に大丈夫か。わかった。これでバナナパイのデザインができました。あとは私が焼いて。おいしそうじゃん。どれどれ。あ、刺激的な口当たり。まるで何かに舌を噛まれてるみたい。はあ、本当に美味しいスイーツだね。なんだか楽しくなってきちゃった。それに、辛い。ちょっと何を入れたの。この覚悟してよね。辛すぎる。自業自得だよ。なのかさんはあなたの料理にたくさんの感銘を受けたみたいですね。